うん、ここでいいわね。話したいことって何？おう、このうち、オイラたち、さっき、テイワットでた、ん？リーユへの旅、え、その人は、縄文近くで店を開いてて、隣の花屋の店員は、そんな忙しい彼を見て、料理人は、その言葉に耳を傾けなかったんだ。この、いい料理を作るには、自信を、彼の周りの人もそう思ってたんだけど、それから、ん？驚いただろう？ブッブー、不正解。答えは、お前から正解！彼は、忙しすぎて、毎日料理を美味しく作ることや、お客さんをもてなすことだけを考え、そいつは食事をする間もないくらい忙しくて、眠くなっても人に頼ることなく、自分にしかこの世で一番美味しい料理を作ることはで、その後、人々は彼を説得できないと諦め、そいつから離れていったんだ。それで、そして結局、店は潰れちゃったんだ！なるほど。過度な自信は、かえって人を失望させる。それで？おい！あ、おい！そうだ！もう、つづ、おい！いいも、作れた？だ、い。うん。なんていうか、実にシンプルで何事も、行動する前に、己の限度を知り、最善を尽くす。私も当然、その道理を頭では、ええ。高い山を登ると、山々の間にある雲が見え、船に乗ると、海の上にある霧が見える。だからこそ、時々自分がどこに、じゃあ、今の国籍、私の本心、私の本心は、時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。思い返すと、昔の私は今よりもせっかちで、私と一緒に仕事をする人は君の言う通り、ほど、でも、私もちゃんと進歩している。それに、君と一緒に、今年の花火大会を見、この良き回答祭を祝して、旅人、今回の花火大会の責任者は私で、私もこうして足を止めて花火を鑑賞し、リーユエコーを眺める。回答祭を祝して！回答祭を祝して。それと、ありがとう。様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて。動かないでね。ああ、重要なことみたいだな。専属したて屋が作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すごく綺麗だ。そろそろね、旅人。今年の回答祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。
ずいぶんと洒落た服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗祭、あれ、あれ怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して